こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はね、この学ランを着ながら登場でございます。そしてこの鉢巻き、なんでこんな格好をしているのかと言いますと、今日は漫画解説ぶっこみのタグを言ってみようかと思います。というのがね、懐かしいなと思って、マガジンのこの単行本ぶっこみのタグをメルカリで買ったんですよ。全27巻だったかな、全部来ましたんで、今1巻読んでたんですけども、うわ、なんか懐かしい、そして今更ながら面白いと思ったんですね。で、1巻の内容を、概要をね、説明しますと、この浅川拓っていうね、気の弱い主人公が、まあ、絵に描いたようなパシリなわけなんですよ。で、いつか俺も見てろみたいな感じで、煮えたぎっていると、まあ、転校生でね、この横浜下道の秀人っていうのがね、転校してくるんですよね。これがめっぽう強いということで、いきなり、なんかね、仲良くなるためにいろいろアプローチするんですけども、なんとなく目をかけられて、まあ、二人で騒ぎを起こすということなんですよね。で、騒ぎを起こした浅川拓は秀人と共に学校を追放されて、転校先それぞれの、まあ、学校でですね、またそれぞれのエピソードを起こしていくということで、第一巻が大体終わっております。これからですね、とんでもないね、悪いやつとかね、どうしようもないやつがいっぱい出てきて、結局どうなるのかなと思っていたんですけども、当時10代の私はなんかね、マンネリ化に見えてきて読まなくなっちゃったんですよね。そのうちに高校も卒業した私だったんで、まあ少年マガジン自体を読まなくなっちゃって、結局どうだったのかなと思ってるところに、今20数年を経てですね、30年ですね、18歳で高校卒業して今48ですから、30年ぶりに撮った漫画、いや、なんかね、昔の古き良き時代と言いますか、こんな時あったなぁと。いや、私がってわけじゃないですよ。私はまあ貧困補正の高校生でしたんでね、単なる落ちこぼれでしたけども、私、暴走族はね、どうしてもね、バイクに乗れなかったんで、なんかね、参加できなかったんですよ。まあ、それなりに突っ張ってはいた田舎の山猿だったんですけども、暴走族はなんとなくバイク怖いじゃないですか、転んだりしたらね。頭ぶつけたりとかして、ということで、私は暴走族に入らなかったんで、暴走族のことは分かんないんですけども、この暴走族社会の上下関係、起きて波乱万丈、そういったものがこのぶっ込みに行ったわけでね、一通り分かるということで、今更ながら勉強してみようかなと思って買ったわけなんですよね。ということで、一巻は最後、バクラ店っていうね、二人組の暴走族みたいな、これどうしようもないね、悪そうなやつが出てきて、これからどんなエピソードが始まるのかなと思ったところで終わりになってます。2巻がね、早速楽しみになってきましたんで、また2巻を読みましたらレビューをしてみたいと思いますんで、そこんとこよろしく。それでは、いってらっしゃい。